今回は私と一緒に3月26日頃発売のチョーコミックスをチェックしていきましょう。全部で4冊回って大ボリュームになっています。そして今回発売されるコミックスの大人は分かってくれない5巻、君と結婚なんかしない、ポンポコロボアット&スー2巻の3冊にはじゃじゃーん、春はこれ読もう春コレフェアの特典フォーチュンメダルカードがついてきちゃいます。2月26日発売コミックスに引き続き、すべてのイラストが書き下ろしになっている激レア特典です。裏におまじないも書いてあるので、ゲットしたらぜひ裏もチェックしてみてください。こちらの特典はこのピンクの帯が目印になっています。書店で見つけたら要チェックですよ。さらに図書カードネクスト500円分が抽選で100名に当たるチャンスもあるので、みんなぜひ応募してください。それでは3月26日頃発売のチャオコミックスの内容をみんなでチェックしていきましょう。スタート。まずはチャオ本誌で大人気連載中の青春ストーリー最新刊、マイテナオ先生の大人は分かってくれない5巻です。複雑な恋愛問題を乗り越えて仲直りしたヒロインのつむぎちゃんとふうかちゃん、いつもの楽しい日々が戻ってきた2人の姿に思わずほっこりしてしまいます。そして恋の進展にも大注目。まっすぐな気持ちを伝えてくれる有馬くんにドキドキしてしまうつむぎちゃん、なんと第5巻ではその2人で遊園地に花火を見に行くことに。2人きりの花火デート、一体どんな展開が待っているのでしょうか。読み応えたっぷりの第5巻、皆さんぜひゲットしてください。私も絶対ゲットします。そして大人は分かってくれないはチャオチャンネルで第1話のボイスコミックも公開中なので、まだ見てない子はこちらも合わせてチェックしてみてください。続いてはついにコミックス化、可愛すぎるマリッチストーリーに大注目、辻永羊先生の君と結婚なんかしないです。チャオ本誌で連載していた作品が待望のコミックス化。素敵な結婚に憧れる家族がとっても大切なヒロインのノアちゃん、そんな彼女が出会ったのは大手都市開発企業神楽坂グループの御曹司神楽坂しずくくん。大切なお家を神楽坂グループに取り壊されそうになり、さらにしずくくんからいきなり結婚も申し込まれてしまって、ドタバタドキドキの展開から目が離せない作品がコミックスになって登場です。果たしてノアちゃんとしずくくんの結婚の行方はどうなるのでしょうか。ぜひ続きをコミックスでチェックしてね。そして君と結婚なんかしないはチャオチャンネルで第1話のボイスコミックも公開中です。完全版も公開予定なので、この作品を知らない子はこちらも合わせてチェックしてみてください。続いてはアトちゃんとスーちゃんの爆走爆笑コメディが満載、篠塚ひろむ先生のポンポコロボアト&スー2巻です。今回収録されている一つ目のお話では、なんとタヌキに変身して地球に住む宇宙人ポンちゃんの正体がヒロインのサクちゃんのお姉ちゃんにバレそうに。果たしてポンちゃんの正体はバレずに済むのでしょうか。続きは第2巻で要チェックです。今回も可愛さと面白さが大爆発の一冊になっています。アト数の2人とポンちゃんの友情は深まる様子もすごく可愛くて面白いので、ぜひ注目してみてください。そしてポンポコロボアト&スーはチャオチャンネルで第1話のボイスコミックも公開中です。ボイコミになったアト数の2人もとっても可愛いので、まだ見てない子はぜひチェックしてみてください。最後はチャオデラックスの大人気連載、可愛すぎる猫ちゃんたちのほっこり物語、辰山さゆり先生の金目銀目猫館2巻です。今回収録されている一つ目のお話では、主人公のチルチルが寝たら最後呪われてしまうという場所でうっかりお昼寝をしてしまい、最初は信じていなかったチルチルだけど、その後次々とチルチルに不幸が襲いかかってしまい、果たしてチルチルの不幸はどこまでエスカレートしてしまうのか。可愛い猫ちゃんたちの面白いエピソードにたくさん癒してもらえる一冊になっています。こちらの2巻では番外編を含めた12本のお話が収録されているので、読み応えたっぷりです。
皆さんぜひチェックしてみてください。3月26日頃発売のチャオコミックスいかがでしたか。そしてとっても可愛い特典フォーチュンメダルカードがついてきちゃうキャンペーンも実施されるので皆さん要チェックですよ。それではチャオガールのみゆが動画をお届けしました。動画を最後まで見てくれてありがとうございました。それではバイチャオ。